アルタイ諸語、アルタイ諸語、アルタイ諸語は、比較言語学において、共通点が指摘されている、ユーラシア大陸に分布する諸言語である。一般に、デュルク語族、モンゴル語族、ツングース語族を含み、講義にはこれらに日本語族、朝鮮語族も加えられる。これらの諸言語が共通の祖先、祖語を持ち、 アルタイ語族をなすという仮説が歴史的に提唱されており、1960年代までは広く受け入れられていた。しかし21世紀現在、言語学会において、この主張は一般には認められていない。アルタイ諸語の名は、中央アジアのアルタイ山脈、アニヤスシ山脈にちなみ命名されたものである。アルタイ諸語であることが広く認められている。 言語グループには以下の三つがある。これらそれぞれの中での系統関係は実証されているが、これらの間の系統関係については決着を見てはいない。これらの言語グループにはいくつかの重要な共通の特徴が見られる。などの諸店である。加えて、日本語族、日本語、琉球語と付与語,語族、付与語、外白語、コークリ語、くだら語及び朝鮮語族。 シラギ語、朝鮮語、最終語の三つを、アルタイ諸語に含めることもある。チュルク語族、モンゴル語族、ツングース語族のみのくくりを、ミクロアルタイ、マイクロアルテイック、日本語族、朝鮮語族を加えた括くくりを、マクロアルタイ、マクロアルテイックという。アルタイ語族の支持者のほとんどは、日本語族、朝鮮語族を含めることを支持している。 上期特徴のうち母音調和だけは日本語と朝鮮語が書いているものだが、朝鮮語については過去に明らかな母音調和があった中期朝鮮語ことが知られている。また、日本語についても過去に母音調和を行っていた痕跡が見られるとする主張もある上大特殊かな遣い。アルタイ諸語を共通の祖語を持つアルタイ語族とする説は古くからあるが、 母音調和を共通に行う3グループですら、数詞などの基礎語彙が全く違うため、少なくとも伝統的な比較言語学の手法によって、アルタイ素語を復元し、アルタイ語族の存在を証明することは困難である。アルタイ諸語の研究は18世紀の北欧において開始され、後20世紀前半に至るまで北欧は、アルタイ言語学の中心地の一つであった。 1730年、スウェーデンの外交官であり、地理学者であった16、1676、1747が大北方戦争の際に、ロシア帝国の捕虜となり、ユーラシア大陸を移動した経験をもとに刊行した、本で、ツングース諸語、モンゴル諸語、チュルク諸語に関する記述がある。それより一世紀経つと、フィンランドの語源学者、文献学者、1813、 1853は1854年の著作で、アルタイ諸語に、チュルク、モンゴル、満州、ツングースだけでなく、フィンウゴル語派、サモエード諸語などのウラル語族までを含めた。19世紀から20世紀にかけて、ツングース諸語、モンゴル諸語、チュルク諸語を研究する学者の多くは、これらアルタイ語族を、フィンウゴル語派やサモエード諸語などのウラル語族と合わせて、考え、 ウラルアルタイ語族説が、ロシアの歴史言語学者、セルゲイ・スタロスティン、1953-2000がそれを否定し、現在ではこれらの考え方は棄却されている。1857年オーストリアのが日本語を、ウラルアルタイ語族に位置づけ、1920年代には、フィンランドの言語学者グスターフ・フラムステッドやエフゲニー、ポリワーノフは、朝鮮語を、同語族に分類した。 ラムステッドのマグナムオーパスアインフターミン,ンダイ、アルテイシャスプラソンシャフト、アルタイ書語入門、イントロダクションツーアルテイックリングビースティックスが出版された。以降、ニコラス・ポッペ、カール・エイチ、メンゲス、ベラギス・ロブ・イリーチ、スビティック、ベラ・シンシャスのツングース研究などがある。ポッペは朝鮮語について、との仮説を提出している。ロイ・アンドリュー・ミラーは、 多くのアルタイ言語学者は日本語をアルタイ語族に帰属すると考えているし、また、ミラー自身も同様に考えるとの見解を提出し、以降、日本語もアルタイ語族に改めて再分類された。ジョーゼフ・グリーンバーグは、ユーラシア大語族を提唱した際に、日本アイヌ朝鮮言語集団と他のギリアーク語、エスキモ・アレウト語族、シベリアのチュクチカ・ムチャツカ語族と区分した。 いずれにせよ、このアルタイ語族という分類の理論的な問題として、まず、それが語族なのか、言語連合、読、なのか、という問題がある。の模い比較分析によれば、潜在的な類縁関係を持つ、同根語が15%から20%の割合で、対応関係が認められた。ストレスティンは結論として、アルタイ諸語は、インドヨーロッパ語族や、 ピンウゴルゴ派といった他のユーラジア語族よりも古く、それが、後世のアルタ対処語同士における対応関係の少なさを説するとした。2003年には、クロース・主ュニッヒは、アルタ対処語は、発生的、遺伝的、関係において共通する基礎語意を持っていないとした。ストレスティンを代表とする実験の編さ過程での、アンナ・ブイダイボー、オレーグ・エイ、ムドラク、リア・グランタウフ、 マルティーヌ・ロビーツらの研究では2800個の同根語集団を抽出し、この同根語集団を基礎に、音韻的対応関係、文法的対応関係、アルタイソモの内的再構を試みたが、他の研究者との間で議論が継続中である。ストレスティンらの研究2003における新対応表は、同研究におけるアルタイソモの内的構成を踏まえて作られた。 他、母音対応表、陰律対応表、携帯対応表、同根語表、基礎語意表も作られ、各表の対応関係を見ると、各書語の対応関係が成立している。しかし、それは、アルタイ語族の存在の証明とは、未だなっていない。他、特決文字の代表的資料であるモンゴルの発生域の、オルホン飛文の対象研究からも様々な研究が、なされている。 アルタイ諸語を話す民族は、Y 染色体、ハプログループ C2 が高頻度で観察され、とりわけ CM86 との関連性が想定される。ただしこのタイプは、ニ部府やコリアーク人でも高頻度であり、アルタイ諸語の基礎に、ニ部フ語のようなコアジア諸語を想定できるかもしれない。アルタイ系民族は、騎馬遊牧民が多いが、騎馬文化の起源は、 インオー系クルガン文化にさかのぼる。最初に、南シベリアに、騎馬文化をもたらした民族は、トカラゴハを放した、アファナシェボ文化の担い手ある。アルタイ系民族は彼らから、騎馬文化を取り入れたと考えられる。その後、南シベリアでは、オクネフ文化が起こるが、この担い手として、アルタイ系民族、デュルク系民族が想定できる。その後、依頼系、アンドロノボ文化。 スキタイ時代を経て、ある体系民族が、中央ユーラシアで覇権を握る時代が訪れる。キュールク諸語、モンゴル諸語、ツングース諸語の文化時期は明らかでないが、各々の拡散に、インオーケーキバ文化の影響があったことは明らかである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。